本当に使えねえだろ。マジあぎれるよ。下手なプレイヤーとゲームさせてんじゃねえよと思うよ。早すぎなんだわ。ダークロードなんて作敵ってんだから、発電機回す前にどっか行ったら発電機で回して乗馬で貯金つくんだろ。僕ムカつくわな。すぐ見つかってキャンプしかしねえんだから、ムカついてくるわ。安全救助してもらえるやつがマジで羨ましいわ。人に迷惑かけて3人目だったらもう離敵行動を連発するとか、もう使えねえからな。こんなやつはもう配信者としても失格なんだわ。3人目でちゃんとチームプレイができてるやつが優秀なんだよ、8戦で。そういうやつは見る価値がある。てか有名な人って多分ちゃんとやってんだろ。だってさっきのケイトみたいなドン引きプレイやってたらやばいだろ。ドン引きプレイやらねえだろ。治療しろよ、まずよ。なんで治療しねえんだよこいつよ。治療してくんねえかよ。なんで治療しねえんだよ。俺と一緒に来ねえんだよ。結局すぐ見つかることで発電機は回せねえだろ。ムカつくよな。すぐ見つかってすぐ発電機は回せないっていう、マジであげがえるよ。で戻ってんだろ多分これ。ガツくわ、ガツくわ。ちゃんとした一定レベルの人とゲームさせてくれよ。治療もできねえとかよ、すぐ見つかるとかさ、全部迷惑かかってんだわ。貯金が作れねえじゃんこのゲームだと。どうやって脱出するのこれ。縛りってなんだっけ。俺30秒脱出だっけ。あれついてたっけ、脱出のあれ。これのあれ、いや本当にひどいよ。発電機だけ回る。ど
どうせんの俺だけやられて。あんたらな、あれやらない間一人だけやられてどうすんのこれ。非常にバランスが悪くなってる。こりゃもうやめると思うよ。俺も正直やめたいもん、こんなやつら。こんなやつらとやりたくねえもん。一人やられた理由？俺が狙われてんのに発電機触ってんのこいつら。だから、やめるに決まってんじゃん、そんなやつらとゲームして。誰がやんの？一人も救助体制入ってくれないの？俺が狙われてんのに。マジであげれんだろ？俺が狙われてんだぜ。俺が狙われてんだったら、あれじゃねえかよ。ほんとひどいもんだぜ、こいつら。ひどいもんだぜ、こいつら。ほんとマジでひどいと思うよ、俺。マジで相切れてるよ。ベルモンドのやつが辞める理由知ってる？お前らってさ、人間としてプレイしてる？マジで相切れるよ、俺は。ベルモンドのやつが怒るに決まってんだろ。違うと思ってる？やべえなと思うよ。俺が言ってること違うと思ってる。いらねえよな。ベルモンドのやつが、なんで辞めたかをこの二人は気づいてないでしょ。目の前の発電機？は？お前らってさ、ベルモンドのことを救助行かないの？すぐ辞めるに決まってんだろうよ。誰も救助に行かないんだから。俺が狙われても、それでも発電機回すんだから。誰がそれで行かなきゃいけねえのか説明してくれよ。それで行かなきゃいけない理由って何よ。無理だもん。無理だもん、こんなやつらとやるの。ベルモンドの人が、やりたくねえってサジを投げた理由もこいつら知らねえだろうな。なんかすぐスキルチェックを外してやめたやつがいる。お前らが救助行かねえからだよ。来ねえからだよ、ベルモンド視点で言うと。誰も来ねえからだよ、俺がチェイスで巻き込まれてるし。行かねえからやめたんだよ。イカエラ見て発電機回した姿見てもう、やめたんだよ、もう時間の無駄だから。もうさ、勝手にして。俺はもうやる気あんまりないし。勝手にして。
いや、だってさ、君たちさ、ベルモンドいらないんだろ？ベルモンドはもういらないんだろ？発電機大事なんだろ？ベルモンドなんかどうでもいいんだろ？俺はベルモンド助けに行こうと思ったよ、二人の動きを見て。どこまでこいつ走ってんの？早くやるのよ、まずよ。そんなチェイスができるんだったら、お前がやれよ、まず。救助も行かねえで発電機回してよ。何よ。で、やることは倒れたらさっきのやつみてえに張ってくるっていう。本当にバイオハザードだよ。ゾンビだよ。本当に呆れるよ。早くやれよ、まず。やれじゃない、勝手に。ヒーローちゃん、デッドバイロース、スーパース。女神がくれた才能。アダム・フランシスとミカエラは何かわかるか。どう思う心だ。どう思う心がナンバーワンなんだよ。だからワールドクラスの10番なんだよ。技術屋じゃねえんだよ、ヒロちゃんって。心なんだよ。抜群に優れてるのは。二人に怒ってるのはベルモンドに救助に行かなかったんだよ、誰も、どっちも。それを俺は怒ってんだよ。うん。女神って真っ当なやつを勝たしたいんだよ。うん。ボイス聞いて、ボイスまで聞いて、心の底で、アダム・フランシスとミカエラに激高してんだから。女神は女性なんだよ。惚れるんだよ、デイビッドに。うん。この二人の治療、発令器だけ回して救助行かない姿勢について僕は怒ってるんだよ。なんで俺が狙われて行かないんだよ。だからやめたんだよ。安静しろ。心が優れてない奴は勝つことはできない。さっきのゲームは嵐に履歴されたからね。森のゲームも、とんでもないベルジーに履歴されたから、ね。まあ、あれがなければ勝ってると思うよ。今日、78か88、18くらい、10くらい行くんじゃない？うん。勝って当たり前。それがヒロちゃん。フェアプレイで勝ってみろ。うん。汚いことして勝ってんじゃねえよ、まず。って思うわ。まあ、普通にハッチで勝負してみろ。全勝企画だろ。